はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。限定妖怪メダル付きの妖怪ウォッチテーマソング、宇宙ダンスと人生ドラマチックです。はい、これは現在の妖怪ウォッチのアニメのオープニングとエンディングの初回限定版 CD で、限定版は CD プラスウサピョンのアメフトスタイルバージョンとバスターズのゲームで使える5つ星コインの QR コードが入ってます。こっちも同じような感じですけど、ウサピョンの B メダルはミリタリースタイルですね。パッケージの表はこうで、横側後ろ、僕は未だに毎週見てますから、宇宙ダンスはかなり好きです。ではレビューしていきます。まずは宇宙ダンスから開けましょう。中身を取り出すと CD と、こっちがん、あ、メダルがありますね。この厚紙の中に B メダルが入ってますから、テープを切ると、おおおお、はい、このように限定 B メダルのウサピョンアメフトスタイルが入っております。おお、こんな感じの絵柄になってて、コスチュームが全然違いますね。しかもホロメダルですから、このように光ってます。 CD の中身を見ると、 QR コードはどこかな。 DVD も入ってるんですね。あの宇宙服を着たウィスパーがちょっとキモくて可愛いんですよね。キモ可愛いというか。はい、歌詞カードの中に QR コードも入ってました。これはゲームで使いましょう。さらに人生ドラマチックも開けます。内容としては同じように、パカッと開けると CD とこっちに DVD が入ってて、歌詞カードの中に QR コードが、はい、ありますね。ダンボールのテープを切ると限定 B メダルが入っております。こっちはウサピョンのミリタリースタイル、せいのよっと、ん、かっこいい。サバイバルゲームのようなミリタリーなコスチュームになってて、こっちもホロで光ってますね。はい、2つ並べるとこんな感じ。同じウサピョンでも見た目が全然違いますし、通常のウサピョンに比べると赤い枠がないんですね。では友達召喚しましょう。まずはアメフトスタイル。うん、特別な専用音声はないかな。通常は、この音声。音声変わんないですね。ということは、ミリタリースタイルも同じ音声かな？あー、これは残念。音声は全部一緒。はい、ということで妖怪ウォッチのテーマソングの初回限定版 CD と限定 B メダルを紹介しました。限定のウサピョンの絵柄は通常のものと全然違って、見た目はかなり良かったんですけど、絶対追加のセリフが入ってると思ったらまさかの音声共通でしたね。これはちょっと残念でした。ただ今回はメダル以外に5つ星コインの QR コードもつきますから、いろんなものが付属するのはいいですね。以上、アニメ妖怪ウォッチのテーマソングの限定ウサピョン B メダルの紹介でした。